の心にパラディダル。皆さんこんにちは、まどかです。今レッスンが終わったので個人練習します。個人練習メインのこの間ねやったフレーズはメインで使おうと思ってたんですけど、ちょっとキックの位置が合わなかったので、あれは別なとこに使って、今回はやる練習するのはメインで、これこそメインで使うやつを練習したいと思います。頑張ります。ちょっと今日レッスンで撮影する予定なかったので唇とか何もしない気にしない、いきます。ちょっとまだ体に入ってないから汚いんだけど、はい、ごめんなさい、動画確認しました。ちょっとサムスカに寄っちゃった。もう一回練習します。ドンパドンとパチドパドンドンとパ、ワンツースリーフォドパドドンドパドン。なんですけど。
も鋭くと言われたのでしっかり練習します。今練習しててちょっとね時間をいただいたので練習してます。また明日も休みなので頑張ります。地味になっちゃうんですけど、映画ね地味にやってます。で昨日夜虫に刺されてめっちゃ手が腫れてる痛かゆいよー、かゆい。カメラ気にしないで練習しちゃったちょっと頑張ります。特に喋ることが出てこない。ちょっと最近本当に暑いから皆さん熱中症に気をつけてください。私はこの後新しい日傘を買いに行きます。日傘をね、日焼けしちゃうから。したらばさようなら、よこせ。この度私たちが所属するドラマリオン楽器室で2年ぶりにコンサートを開催することが決定しました。今回は初めてホールでの開催予定で、私たちマドカナと一緒にコンサート出てみませんか。本日は約15人のプロの方たちと一緒に生バンドで演奏することができます。楽器は何でも OK で初心者の方も大歓迎です。また友達と一緒にセッションなんかも楽しいと思います。日程は今年の11月か12月を予定しております。ご不明な点は概要欄の方にフォーラムがありますので、ぜひそちらをチェックしてください。皆さんの参加をぜひお待ちしてます。